はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。ジュジさんです。今日は2020年の6月28日、日曜日、ただいまの撮影時刻は22時46分を待ったところです。はい。えー、このチャンネルではね、えー、まあ最近ずっとね、クラウドファンディングの情報だとかね、ネットニュースの情報だとかね、まあ現物がない情報ばっかりね、えー、皆さんにお届けしてたんですけど、まあ今日はちょっとね、えー、まあ食感ですけど、まあ現物があるやつをね、 ちょっと一発撮っておこうかということで。まあ、あの、簡単なね、えー、シンプルなやつということで。まあ、今日これ買ってきたんだよね。えー、エヴァンゲリオンの、これ何プリモスタイルってやつこれ新しいシリーズかなね、これちっちゃいやつ。今まででっかいやつでポートレートシリーズってあったけどね、このちっちゃいやつが出たんだね。 うん。で、まぁ、あ、ジジさん、綾波レイ霊がね、すごく好きなんでね、この綾波レイ霊を買ってきましたけども。まあ、ちょっとね、えー、まあラインナップ兼ねてね、全体をちょっとクローズアップしてみようかな。はい、ピコッと。はい、画面切り替えて。はい、えー、これなかなかオートフォーカスかね、あわ合いにくいんだけどね。はい、えー、こんな感じになってます。で、ラインナップはね、 はい、後ろにありまして、全部で5つ。はい、もうお馴染みのキャラクターだね。アスカとかマリとかシンジ君とかね、カオル君とかね。うん。で、もう下に書いてあるけどね、これ、もう第2弾発売予定でて、もここにも第2弾のね、ラインナップがね、ありますね。うん。はい、で、えー、っと、側面は、はい、側面、え側面どうしたらいいあ、これ逆こうはい、えー、こんな感じ。 はい。えー、塗装済みの、菜食済みの人形が E セット入ってますよということね。はい。それから、こっち向け。はい。チューインガムが入ってますよということで。これまたあれだね。美味しいガムが入ってるパターンだね。はい。で、そこの方は、あーバーコード。で、上の方がね、これ親切にね、書いてあるんだよね。えー、っとね、ピント。はい。えー、この箱には、綾波イが入っています。 もう、綾波なみの絵があるんだけど、綾波なみが入ってるってね。新設設計だね、これね。はい、えー、それでは早速ね、開けていきたいと思います。よいしょ。バリバリ。ということで、おい美味しい、美味しいガムがありましたね。これ、これ何味だろうね。白いからレモン味かしらね、これね。みんなこれ捨てないでね、ちゃ、ちゃんと食べてくださいよ、ね。 はい、で、中身ですけど、せーの、ドゥーンということで、はい、えー、もうね、こんな感じで、えー、綾波ちゃんのね、フィギュアが完成した状態で入ってるんで、あと、ま、あこの台に乗っけるのと、まあ、倒れ防止のね、これを入れるぐらいかな。うん。それではね、早速これね、組み立てて、完成しましょう。はい、えー、こんな感じでね、綾波イちゃんが完成いたしました。 かわいいね。ちょっと足をね、こんな感じで前に出しててね、うん。ちょっとオートフォーカスがぷにょぷにょするけどね。はい、えー、横向けしましょう。結構頭大きいね、これね。すごいね、この頭の大きさね。うん、なんかこの、なんていうの、こう、幼児体系な感じのフィギュアで。面白いね。後ろもちゃんとね、こう、色がね、彩色されてるっていうところがいいかなと思います。はい、えー、こんな感じでね。 頭、後頭部がすごいね。はい。こんな感じです。はい。もっと寄れるかなはい。かわいいね。目なんかも綺麗に塗ってあるね。こ光のところだとかね。うん。いいんじゃないでしょうか。よいしょ。こんな感じで。結構このね、プラグスーツもね、綺麗にね、塗装されてるね。うん。丁寧にね、仕上げられてるように思いました。うん。なかなか、 いいんじゃないですかね、これ。はい。大きさ的には、じいさんの手がね、こんな感じなんで。うん。結構コンパクト。ね。いいんじゃないでしょうか。はい。ということでね、今回は、エヴァンゲリオンプリモスタイル。ね。全5種類の中から、綾波なれいちゃんをご紹介しました。ね。興味ある方、スーパー、コンビニのお菓子コーナー、覗いてみてください。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また